はい、どうも、皆様こんにちは。サソリコウモリです。ですね、今回は、いい機材、相棒が手に入ったので、ですね、このモンスター、みんながモンスターハンターライズをやってる中、最近古竜種も出た中で、任天堂から発売されてるモンスタータクティクスっていうゲームをやっていこうと思います。かくれんぼバトル RPG とかっていう話で、めちゃくちゃ昔に買ったわけじゃなくて、友達がくれたのかな？くれたというか、借りっぱなしで結局返す機会もなくみたいな。で今デモプレイが出てるんだけれども、こういうなんか、なんていうのかな、こう技を打ち合うみたいな。そんな感じのゲームで、初めからやっていきます。名前ケビンでいいでしょう。さあ、これでですね。ここね、なんかこう大会みたいなのがあって、その、ほら、魚でいうところの魚拓みたいなのを、モンスターを倒したらゲットができて、そこからなんかスキルを抽出したりすることができますよ、みたいなゲームだったと。昔めちゃくちゃやってたんだけれども、全然覚えてない。なんかこう、説明していくか、後で。さあさあさあ、5年ぶりにスタートするよ。イラルディ王国名物、モンスターハンティング大会。ルールは単純、ここのダンジョンに潜って、どれだけ強くででかいモンスターを倒せるかってこと。その、魚拓で、その、大きさを競い合うみたいな大会やってんのかは知らないけど、それがこのゲームの世界の中でもやってますよっていう。3人までならパーティーを組んでハンティングするのも OK ですよと。手に行うハンターたちはこの手参加してね。で、まあなんかよくわからない、なんだろうなこれ。セミ？ケビンってば、ギュンター師匠が道場で待ってるよ。おお、来たか。準備はいいよな。ついにお前が大会に出場する日が来た。カタカナなんだよな。こう、漢字が使えないから。このギュンターが引退して早5年、マナ弟子のお前がわしの後を継ぐわけだ。このギュンター道場の代表としてな、優勝を期待しておるときに、まずこれをお前に渡しておこう。モンスターだったことに必要なものが、大会の受付でこれを見せるのだぞ。それからもう一つ必要なものがある。ちょっと待ってね。よいしょ。これでよし。そっちは宇都宮博士にもらわねばなら、受付に行く前に博士のところへ寄れ。町の外れの家がそうだ、忘れるなよ。でね、僕もついてって、ペットのトッピーか。そうだ、名前はモンスターいっぱいし、ダンジョンのことをよく知ってるし、何より、ケビンとは長い付き合いだしな。そう、ダンジョンの案内をお任せさ。じゃあ、早速出かけよう、ケビン。ちょっと待ってよ。ああ、これで保存しちゃおう。台風ってなんだよ。OK、これでも昔のデータは死んだ。先輩、A ボタンの使い方は OK っすか？ A ボタンを押すとグッとコマンドが出るっす。記憶を保存すると中も入れ替えるとか、電源を切る前には記憶に保存する。あと人に話を聞くのも A ボタンっす。僕に話しかけてるからそれは OK っすね。ただ岩盤以外のものは調べても無駄っす。炭素や壁を調べても何もないっすからね。こんだけ作り込んでんのに何もないってな。先輩、大会にエントリーする前に、モンタクについて知らなかったっすね。モンスターを倒して手に入るものです。優勝するにはこれが重要なんです。詳しくは常に博士のところを聞けるっす。町の外れの建物が博士の家っすからね。モンタクっていうのが魚拓。魚拓って、魚、魚の拓みたいな感じじゃん。モンタクがモンスターの拓みたいな。拓がわからんけど。いやー、ついにこの日がやってきた。モンスターハンティング大会だぜ。モンタクを集めまくれ。何これ。今年大会に初めて参加するってなら宇都宮博士が頼りになるって、町の外れに住んでるから寄ってみればいい。ここはお兄ちゃん大会出場するのいいな。僕も早く大会に出会いだよ。私、隣の国から来ました。おう、あなたも大会出るですか？負けません。おや、君は町の道場の兵師匠さんの後を継ぐのか。それは期待できそうだ。しっかりね。参加者からのモンタクを受信。モンスター名ズール、大きさ355mm。 355mm、 35cm ってことか。はい、データ受信終了。データをランキング登録 OK と。あ、コンピューターを管理するんだ。ここ何の施設やって。
昔のことやけど全然覚えてないわ。いや一回これ撮る前に一応過去にやってたデータを見たけど、めちゃくちゃ仲間いたな。7人ぐらいだ。いやこの時期はいつも酒場大にぎわいだ。モンタク大会参加のために世界中から客が来るからな。世界中から客来てさ、4人しかおらへんね。先輩ついに大会にですね。こいつサボってんぞ。俺らの師匠は以前大会で何度も優勝してるスゴ手のハンターっす。その師匠の後で精一杯担ぐっすよ。本当ならライアン先輩も、あ、いや、なんてないっす。ともかく頑張ってくださいよ、先輩。いや、待ちに待った日がやってきたね。モンスターハンティング大会の開幕だ。今回は誰が優勝するのかな。今回の優勝は俺がもらうぜって毎回言ってるんだよな。しかし最近のクレイン国はどうもにも嫌な王様になっちまったな。いい王様だったのに何かあったのかな。大会にはエントリーしたの？まだ。え、まだなの？じゃあ早くしなきゃ。スキャナーとスキルリングを持って受付行くの。受付は街の北の方よ。スキャナーとスキルリング。あ、もう見れねえわ。スキルリングはお師匠さんにもらったやつやろ。あそこになんか、こう、技をはめて技を使いましょうね、みたいな感じです。私ここで博士のお手伝いをしてます。博士とても忙しい人ですから。またスキャナーかい？この忙しいの。おや、ギュンター同士の司会。なになに、大会に初挑戦する。ヒエヒエヒエ、そいつは楽しみなことじゃ。そう、わしが宇都宮博士じゃ。そう、わしが宇都宮博士じゃ。この大会で使うスキャナーを作って、こいつはモンスターからモンタクを取る道具じゃ。このわしの自慢の発明品じゃぞ。モンスタクスキャナーを手に入れた。ああ、詳しくは、スキャナーを大量に作るのに忙しくてな。おっと、そうじゃ。わしの研究所は探知の中にまで遅ければそっちの方にも寄ってくれ。いろいろ楽しいぞ。ヒエヒエヒエ。王様に声を合わない方がいいわよ。以前は優しい王様だったのに、ここ数年人が変わったみてえでね。さっさと帰った方が身のためだよ。最近のクレインさんはとても怖いんだ。回り込めるやん。あ、いけへんし。なんか一個できること増えてんな。スキルリングのスキル。技使いってないけど。ああ、そう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 。ネイチャースキル。ネイチャー。あ、俺英語力ゼロやからネイチャーがわからへん。貴様ら牢屋に入れられたいのか？うろちょろしてさっさと出ていけ。こいつ一体何見えてんのやろ？俺一人やな。この城に無駄で立ち入ろうとは、クレイン様を捕まえて鞭打ちでもしますか？ガバ警備でそんなん言うなよな。フォーラー、まあ、ごめんなさいって。勝手に人の城に入ってきよって、ここはわしの城であると何だ貴様らは、ああ、それじゃこの人が、わしはイラルディ国王クレインであるぞよ。ここは身分の低い者のいる場所ではない。そのリング大会になるのか、大会は全てわしの管理となっている。失格になりたいが、早々に立ち去れい。ああ、なんか優しい国王様やったって言ったよ。なんか裏でなんか動いてんだろうな、みたいな話。っていうところで、まあ、このおばあちゃんに話しかけて、A ボタン押すとコマンドが出るわ。コマンドは街中で、街中とダンジョンで変わるのは記憶のほどの中は街でしかできません。赤くなってて使えないコマンドがある人はそのうち使えるようになりますよ。とりあえず大会に励みなさい。ほうほうほう。あ、大会への参加を希望されますか？スキルリングとスキャナーは、あ、お持ちですね。では大会の説明です。モンスターハンティング大会は取れたモンタクの大きさを競います。強いモンスターを倒したときほど大きなモンタクが取れるのです。というわけであなたがどれだけ戦えるか、こちらでテストを受けていただきます。テスト受けられますか？はい。それではチーム名を登録してください。ランキングなどはチームの名前で表示されます。後で付け替えることはできません。かっこいい名前をつけてくださいね。っていうのが台風か。台風って。サソリ座のあれでアンタレスにし、あわ。アンタレスにしとこ。なんか反応しないときあるな。ほい、ほい、エンド。OK です。それでは左の入り口へどうぞ。ちょっと待って、今何分やってんの？ 9 分か。単価だ単価、早く持ってこい。あ、なんだ？一体、あ、また怪我人だよ。テストの挑戦者だ。モンスターにギッタギタに乗されちまったのさ。そう。魔法陣の使い方ご存知ですか？
かりません。ダンジョンに入るには魔法陣を呼び出す。それでダンジョン内に入れるようになります。ダンジョンにはたくさんの部屋がありますので行きたい部屋を選んでください。順にクリアしないと奥の部屋へはいけません。一度クリアした部屋は自由に入れますよ。この先には2つの部屋があります。1つ目をクリアすれば2つへ進みます。2つ目はダンジョンと同じ暗さです。視界が狭く歩きづらくなっています。そこにいるモンスターを倒してきてください。そうすればテストが起こるです。このフロアの目標は次のモンスターです。ナイトメアっていうモンスターを倒すとダンジョンはクリアですよみたいな話か。バトルの基本分かってるかい？それじゃあ俺が教えてやろうな。十字ボタンで移動して敵に近づく。時間制限に気をつけてな。次に A ボタンを押すんだ。するとリンクコマンドが出る。スキルを使うコマンドを選んでいけない。 A ボタンで決定、 B ボタンでキャンセルだ。ここにもいろいろなコマンドがある。あとは自分の体で覚えていくことだな。というわけでスタートします。このダンジョンといってもそんないきなり的に出くわすとかじゃなくて、部屋ごとになるエリアがこう決まってて、これを選択するとこうなんかウルトラマンの最初みたいな、ね、頭脳怪人ツール登場パパーンみたいな。まずはケビンの攻撃からだよ。モンスター見つけたコマンド開くんだ。スキルを使うでショット選ぶと攻撃できる範囲が色々分かるからね。攻撃したとは敵の攻撃受けない時間いっぱい遠くに見よう。制限時間が済んでる敵の攻撃だからね。この部屋が全部見えるレーダー画面になるんだ。分かったかい？はい。でこの周りに出てるのが制限時間で、動くと減る。マップを広くと一瞬止まるけど、余計なところで止めるとちょっとだけ時間を損しちゃう。であそこにいるのが目的のやつで、これをこうスキルリングに入れた技を使って攻撃していくと。であとはやつの反撃を受けないように。この十字がこうぐるぐる動かせて、敵の方に向いてるとダメージがちょっと減らせるみたいな感じ。で横向きが中くらいにダメージかな。だから相手の方を向いていかないとすげえダメージ受けますよみたいな。これゲームが進むと、あいつも俺らが動いてる時に方向を変える時があったはず。でこうやって後ろを取って攻撃するとダメージがすごく増えるみたいな感じ。まあ、死ぬけどねあいつ。でこう倒した敵をスキャンして魚卓代わりの門卓を取る。でなんかこう大きさによってなんか取れない時もあるんだったっけな。っていうのでこうやってゲットしましたよみたいな感じか。この変な顔のやつがボスで、これがナイトメア。合成獣ナイトメア登場。モグラみたいなやつなんだ。で、これはハクレンボバトル。基本的には大体さっきみたいにマップが明るいってことは基本的になくて、もう、常時真っ暗。で、ある程度の範囲は見えますよっていう感じで、なんか状態異常なんかもあったから、その枠が狭くなるみたいなのもあったのかな。ちょっと覚えてないかな。で、モンスターも目の前しか見えないから、攻撃したらすぐに見えない位置になってくれよ。モンスターの攻撃は攻撃を受けないよ。それとデータ画面の時に見回しをして敵の攻撃を前で受けるといいよ。その方がダメージをあまり受けないんだ。攻撃するときは逆に後ろからの方がより大きなダメージが敵に与えられる。分かったかい？やっぱゲームボーイの音ってかっこいいよな。なんかデビルチルドレンもあって、黒の書と赤の書、黒の書。男の子だったから赤の書、黒の書買ったんだよ。で、PS 版もやったんだけど、やっぱゲームボーイ版の方が音はかっこいいなって。あそこに見える壺は上に乗るとアイテムゲットできますよみたいな感じ。 OK ギリギリ。これは真正面向いてるからダメだし、相手からもしてももろバレの位置で止まらざるを得ないから、もうすっこ見つけられて攻撃受けちゃうね。このゲームやったことがある人だったら知ってるかもしれないけど、後半になればなるほど結構シビアになってきちゃうんだ。どこから攻めてこられるかわかんないっていうのと、話題の範囲が広すぎてどこから攻撃されるのかわからんっていうのがある。こうやって
ここで、せっかくだから使っちゃうか、ウィング。弱点属性なんかもあったはずで、弱点を突くとなんか相手がこう、ギャーとかっていう、ボイスが入るというか、ボイスじゃないけど、なんか、こう、やられたぜ、みたいなやつ。さっきズールってやつと攻撃したときに、なんか、うわーみたいなのカタカナで出てたと思うけど、ああいうのが弱点ついたときに出たはず。これでグラビレが手に入りましたよ、と。パーフェクトね。これ何やったっけな。で、倒しました。やった、ターゲットクリアしたよ。これでとりあえず終わり。おめでとうございます。テスト合格です。あ、表で受付に教えてくださいね。あ、こいつもう、なんか、チュートリアル NPC キャラクターに戻ってしまった。よし、クリアしたよ。おめでとうございます。テスト合格です。あ、では許可証発行。なんか来た。少年、テストクリアかい？やったじゃん。わ、びっくりした。お姉さんは、あたい、あたいは火炎。モンスターハンティングのエキスパートだ？エキスパートさ。あたいと組めば優勝は嫌いだね。そりゃすごい。良ければケビンと、おっと、こうしちゃいらんない。あたいの雇い主は地下で待ってみる。じゃあな、少年。また会おうぜ。こいつ仲間やったと。なんだ、重すぎるだな。場所を受け取りください。あ、すいません。ありがとうございます。普通、地下道へは右の入り口からそちらの奥に地下へのエレベーターがあります。地下にも各界にこのような町がありエレベーターはその町をつなげ通りをします。町は大会の拠点となります。各界でも奥方のモンスターを倒せばその下の町へ降りられるようになります。もちろん下の階になるほどモンスターって怖くなっていきますよ。よくそうなんで頑張ってくださいね。ロールプレイングでもあるからそんなにこうレベルを上げてさえいればめちゃくちゃ無理っていうことになることはないと思う。宝石はよくわからんな。説明書なんかないからな。説明書が残ってたら残ってるし。それで地下1階に行きました。さて、現在大会どうなっておる？絶対ここやん、このシルエット。新たにチームがテストをクリアしました。地下1階に到着を確認。ふむふむ、今年もみんな頑張っておるようだな。いうことだ。ふふふ。というわけで、地下の町にやってきましたと。よ、大会ここから本番だぜ、頑張んな。なんか、偉いとこにおんな。わ、脅かすなよ、これからモンスター戦わなきゃなんだぜ。集中を高めているのが邪魔するなよ。主人公めちゃくちゃあれやね。ずっと腕ブンブン。見て見て、パパにこんなモンタクもらっちゃった。でもこれ何のモンタクなのかな？お兄ちゃん見たことない？魚の尻尾みたいな。何のモンタクか分かったら教えてよ。びっくりしたろ？地下がこんなに抜け上がってた。この国はまさにダンジョンの国なのさ。お、なんだ兄ちゃん、一人っきりか？仲間を超えた方が有利だし楽しいぜ。これ確か動かせるキャラクターって、マップではこの主人公だけやけど、いろんな仲間がいて、その仲間を動かすのに一旦費やしたはずやねんな。その、仲間、敵とかじゃなくて、仲間、敵、どの仲間かを選択してそれを動かして敵みたいな感じだったと。この大会入賞するためにはともかくどでかいモンタクを取った。まあみんなそれぞれの直し方をしてるからな。変わったモンタクを探すとか数を競うとか。モンタクをポイントすると楽しいわよ。同じモンタクでもサイズによって大きいのや小さいのが出てくるわ。よう兄ちゃん、どのくらいモンタクを集めた？俺なんか5枚も集めたで、いろんな形のがあって飽きないよな。ここはまさにモンタク情報国で、いろんな情報をみんなが持ち寄ってくる。モンタクセンターで足しげく通うと。こちらモンタクの情報をまだ持ち込む。説明いたしますか。あなたが取ったモンタクはこちらで管理されます。大きさ、種類、パワーなどなど様々なものを見ることができます。その他の不要なモンタクは引き取らせていただきます。モンタクのプリントアウトサービスもこちらです。ただし、プリントはそちらでご用意ください。モンタク売ることができる。スキルさえ取っとけば売っちゃってもいいのかな。どうなんだろう。ぐにゃぐにゃとして気味の悪いモンタクですか。まあ、可愛いですね。生まれて間もない頃のモンタクですか。大きさがってことかな。お、なんだ兄ちゃん。ああ、さっき聞いたわ。ああ、もう分かってんですよ。パブやね。バーか。
氷の壁を壊せるスキルがあるし、ただ普通のやつに使えないそうだ。俺の知る限りぐらいでは破片くらいか。炎の壁って知ってる？あるスキルであの壁を壊せるらしいよ。なんとかっていうじいさんがそのスキルを使うとか。ヒックベランメン、酔ってて悪いか。大会だけが人生じゃねえや、畜生。あら、ダメよ、僕、子供がこんなことで。え、大会参加者、マース的。この国は昔の方が良かったな、最近は。税金ばかり高くなってな。せやな、10% になっちゃったからな、消費税が。ねえねえ、宝石持ってる。バトルで手に入ることがあるっていいな。私もバトルやってみようかしら。風の宝石は手に入れたけど、あの宝石って意味があるんだよな。モンタグから取り出したスキルは強力なバトルに使うべきで、しかし、思わぬ弱点は1回のバトルで一度しか使えないのだ。スキルの使い所を迎えれたものこそ勝利に願い、コメントをかけだ。モンスターが悲鳴を上げることはなかったが、こういう弱点をついた証拠だ。弱点をつく防御すれば悲鳴が上がり、大きなダメージを与えられる。それはモンスターが持つ特性の方だ。例えば、炎は水や風に消されてしまう。炎の属性を持ったものは水や風の攻撃でない。これはハンターにも同じことが言える。気をつけろ。各階で目標のモンスターを倒せばエレベーターで下の階へ行く。まずこのフロアの目標は次のモンスターです。ワイネック、炎。こっから本番だな。攻撃怪人、クラトラ登場。技使いはいろんなスキルを使えるんだ。風だったり、大土だったりね。モンスターを見つけたら調べるコマンドで、モンスターの状態を調べてみる。そこを攻めると敵のダメージが大きいんだよ。ただし、モンタクスキルは1回しか使えないよ。そして攻撃したらうまく取れてね。ここだと壁の裏側が取れるポイントだよ。ケビン自身は力の属性だよ。炎の攻撃も弱いから気をつけてね。わかったかい？ということで、いきなりこう、炎を食らうと、お前死ぬでっていうのを教わった。さあ、どこにね、目薬を刺すとより遠くまで見えるよ。やばい！諸バレ。弱点や。あー、これ2回食らったら俺死ぬんじゃないか。前に調べる。これや。これか。あいつは水と風に弱点ってことで、まあ、よう知ってるよな、こいつ。実は敵なんじゃないか。これでダメージ結構入ります。うわぁ。逆に隠れてさ、こっちも相手の位置わからんから困るよ。あ、やばいやばい、引っかかった。57と51やったら57の方がいいのか。怖えな、これ。どこ行ったあいつ。あー、来た来た。おったおったおった。もうあともうショットで勝てるやろ。嘘やろ。あー、物バレ。やばいって。この弱点やのに。おはー、やばい、ギリギリ。最初からこれとかも。任天堂やりすぎやって感じ。最初からこんなギリギリに戦いさせんだよ。結構シビア。ラトラのモンタクが取れました。あ、取れたわ。あー、ケビンが使えるのか。よかったね。いいね、パーフェクトで20円か。こんなに苦労したのに20円かよ。深海魔人イソギンちゃん、もうちょっと名前ひねれたよ。自分の番の時、向きだけ変えたい時は、その時は B ボタンで押しなら自由だと向きを変えると、また一つの部屋をクリアすると、モンスターのパウだけ、賞金がもらえるんだ。さらに、パーフェクトで賞金が2倍だよ。あ、いや、動くな、これ。あー、見てしまったわ。多分、左向いとかんとやばい位置です。痛い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 。結構食らうな。
調べよう。炎か雷には、炎はちょうど技で今、終わってるやな。ただこれ、3マスやろ。弱点でもないのに体力、5分の半分近く持ってったの。いや、よくばこいつ。ゴミやん。クソザコナメクジには。わあ、来た来た来た。またこいつ横向いて攻撃してきやがった。いったー、もうギリッギリやん。ただお前も死ぬけど。死んでもらいますぞ。ほら。急ぎんちゃく。回復か？ああ、まだ使えんみたい。経験値やで、クソ魚めくじゃん。こいつにこんだけ苦労させられてさ、大丈夫かこのゲーム。俺勝てるのか？宇宙星人、ワイネック登場。メイドついてんね、こいつ。このモンスター2匹いるよ。リーダーの方を倒せば僕らの勝ちだ。倒したモンスターへ向かってスタートボタンを押すとわかるからね。ターゲットのいる部屋はパーフェクトにすると綺麗な宝石がもらえるんだよ。なるほどね。炎と水。あ、ここギリギリや、限界やわ。加速やろ。ちょっとここで隠れてるか。ははははは。速攻見つかったやんけ。まだ体力半分持ってかれんじゃん。ああ、いや、そんなでもない。あいつなんなん？調べるか。マーリンが水、炎を雷槌にスキル。一発で死ぬかこれ。死ぬんやろ。レベル上がったら何が強くなるの？体力が増えんの？うわ、ワンパンやん。雑魚ゴミやん。あ、これさっきあの少年が持ってたモンタクや。いいね。また誰かわからんな。ただ変態野郎に見つかると、そこ終わってしまうから、多分奥の方にいるやろ。上と下だけ見てみるか。多分動いてないぞ、あいつ。うわ、動いてたわ。こいつ炎やろ。体力42。水と風が弱。水が使えへん。スキル見てどうする？攻撃技を使える。これ。ウィンド。いいねー。また逃げよう。全力ダッシュ。あいつやられてたのか？せっかくだからスキルを使おう。はぁ、勝ったわ、弱っ。こいつの攻撃一回も見てないよ。OK。炎の一気。レベル3だった。パフェ。さすがに最初のダンジョンでパーフェクト取れへんってことはまずないやろ。おめでとうございます。このフロアクレアですわ。あなたのランキングが第15位になりました。さあ、エレベーターで次のフロアへ進みますわよ。おわ、なんかいるし。まったくもうあの、ろくでなし。あれ、カエンさん？カエンさん。お、少年とそのペットじゃんか。ちょうどよかったね。あたいはやっとわない。いや、とりなさん、どうしたの？それがさ、さっきのバトルの天板会えなくていたいよ。情けないったら。ぞぞ、こうなったらあたいも意地があるからね。ギャラは優勝してからで OK よ。さあ思い切ったら吉日行くよ。あのちょっとそんな勝手に。カエンさんね。カエンが高まった。もう名前がもう確実に炎やもんな。さっき見たよ、そのモンタク。マリンガやって。え、マリンガっていうの？まあありがとう、お兄ちゃん。俺にこれだけで取っといて。宝石もらえた。宝石を集めると何があるんだろうな。まあ後々、なんか見んねやろ。
で、これ多分このアイテムをこう有効に使って、お、なんかセリフ合ってる。ほぼこのハリーフローはクリアしたかい。だからこの下さらに厳しいでしっかりな。というわけで。よし、ではこの辺で一旦切りまーす。ここまでご視聴どうもありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。それでは諸君、サラダバー。